日常演舞の食の旅へようこそ。さて本日の旅はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。毎度おなじみ小池屋のトルティアチップスに本日は業務スーパーこのグレープモラセスというものをかけてみたいと思います。なんかヨーグルトにかけたりお菓子やパン作りなのにどうぞというもの表記触れ込みがあるのですが、まあこういうのもいいですよね。はい、中身はこんな感じになってます。あまりブドウっぽさはいやちょっとあったかな今の香り。ではかけますね。チャンネル登録よろしくお願いします。かけてみた結果こんな感じになりました。なんか黒蜜みたいですね。ではいただきます。甘さは確かにあるんですけど、甘い中にもなんか渋みというか苦みというかそういった風味もある変わった甘味料でしたね。やはりちょっととろみのある、いやとろみがない黒蜜と言った方がいいかもしれません。なのでぶどうらしさを求めてしまうとちょっとかもしれませんが、わらび餅とかに合うかもしれませんね。トルティーヤと合わせてみると結構合ってました。なのでこれはこちらの点数とさせていただきます。それでは「アイスクリーム血を見るのかな争いを」「アイスクリームで争って血を」なんだか怖いですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。